ご乗車ありがとうございました。終点高尾山口です。はい、どうもゆうきょうでございます。本日はこちらに来ております。高尾さん来ちゃったということで、本当になんかパッと思い立って、今日朝なんか行っちゃうみたいな山行っちゃうみたいな感じで、ちょっとそういうノリになったので高尾さん来てみました。めっちゃ久しぶりに来たからね、スーパー久しぶり。なんか駅すげえ変わってる。なんだろう、綺麗になった、ね、すげえ綺麗になった気がする。いつ来たかもう覚えてないぐらいだからさ、まあとりあえず登っていくか。どうやって行くんだっけどうやって登ったっけ、このすごいここに案内図があるけど、いろんな確か路線あるんだよね。あ、これだ、6号路が難しいんだっけ。いや違うか、4号路かんまあちょっとどれで行こうかな、まあ、ちょっと考えながら行こうかな。駅に温泉あったこんなん前なかったよね、懐かしいな本当に。でもね、高さ俺多分ね 3,4 回ぐらいは登ってんだけど、本当に最近は来てなかったから、果たしてどうかな。そんなにねめちゃめちゃ大変なわけじゃないから、登るのはいろんななんか行く路線というか行き方があるけど、一番なんか大変なのでもまあまあ行けた記憶はあるから、まあ行けるっしょ今日天気もいいし、いいね。来たねー、ここだ。あ、桜も咲いてる、ちょっと綺麗。入ってきたね、ここが。いやー、すげえ久しぶり。でどう行くんだっけな、あそこがケーブルカーか。こっちからも行けんだよね。なんかいろいろ行き方あるんだよな。じゃこれちゃんと調べないとダメだな。あ、桜綺麗ね、いいね。さあちょっとここかな、ちゃんと見ておこうか。路線がねあるんだよ。ちょっと路線決めるか、距離が短くだからね、ほどほどにしようか。奥さんも一緒にいるし、じゃあとりあえず1号路で行こう。最初ここから1号路でここからねグググって行って、でここに行ってもう一回考えよう。ここでまた分岐があるからそうしようと思います。これね1号路、よっしゃ、ここから1号路登ってこう。結構ここの道は舗装されてんだっけかな、だからまあね意外と簡単に行けるはずで、分岐までとりあえず登ってこうかな。ね、結構いろいろ案内図もあるからね。よし、自然を感じに行こう。レッツゴーだね。なんかちょっと疲れてきたな。なんかちょっと疲れてきたな、すでに。今回ね、俺はさっきも言ったように何回か来たことあって、すごい昔だけどね、あるんだけど、奥さんはね、実はね、高尾さん初めてということで、ちょっと山の魅力をね、山の魅力を知っていただきたいなと思いまして、言うても俺もそんな登ってないけどさ。ちょっとこのスタンダードコース的なので行こうかなと思ってるんだけど、何がスタンダードかいまいち俺も分かってないから、とりあえず最初は1号路で行って、でどっかから山道少し入っていければいいかなっていう感じですね。いいね、なんかもうすでに気持ちいい。この木々の感じがねいいね、いいね、いいですね。ちょっと疲れたちょっと疲れてきたからね、ゆっくり行こうかなと思います。
すごいね、この木の数々。なんかちょっともうすでに息が切れてきた感があるな全然運動してないからな、こうなっちゃうね。なんか前は多分普通に6号路いきなり山道のやつのやつを結構それを登った記憶があるんだけど、なんか軽く登れた記憶あるんだよな。完全に年だなこれな気がする。すでに疲れてきた、頑張らんと。まだ登り始めたばっかなんだけど、もうすでに来てます、結構来てます。結構坂急だなここ山道じゃないのに結構急じゃないこれ。ここのさ、この先すごくない？まあまあ急だね。まあでも山だから登ってこようよ。結構登ってきたんだけどさ、まだまだだなこれ意外と坂急なとこ多いからさ、こんな登ってた昔でも結構まだありそうだな頑張るか。あんな下に高速がある、結構登ってきたね。よし行こう。いやー、なかなかハードだなお気づきですか。なるほどね。よいしょ。いやーすごいね、やっぱ根っこがすげえな。おおおお、なんかすごいなこの辺、角みたい。いいね、根っこっていいよね根っこっていいよね。登るかああすげえ、これ根っこ地帯だな、根っこがすごい。うん、ほらすごいね、この根っこのおかげであれだよね、土砂崩れとかしないってことだよね。うん、ちょっとすごいなこれ。おお、根っこっていいよね、なんか根っこ好きだな俺。途中まで来てるね、7番まで来た。よし行くかまあまあ疲れるね朝結構寒くてさ、としか言ってない山登り山頂も寒いかなとか思って意外と少し着込んできたけど、歩いてるとやっぱ暑くなるね。しかも今日天気めっちゃいい、めっちゃ晴れてきた。だからすごく多分山頂とか行けば景色超いいんだろうけど、まだ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 ですね。行きましょう。これですよ、まだだね、行こう。ケーブルカー乗り場来た。よし、半分ぐらい、半分も来てない。まだ路線、あ、ここからじゃ分かんないな。ちょっと下行くか。あ、でも、うわ、まあすごいね。結構登ってきたね。
で途中のケーブルカー乗り場過ぎて、でそこでなんかルート変更しようかなとか思ってたんだけど、ちょっとなんか、まあ、このまま1号路進むかってことで舗装されてる1号路今進んでます。まあ、それでも結構坂がねあるから結構大変なのかなっていう、まあ、距離はあるよね1号路の方は確か。なんで山道じゃない分少しこういうとこ歩いて行こうかなっていう感じですね。お、出たビアマウント目の前にある来たよ。ここでビール飲んだらうまいんだろうな。なんかね昔何回かさ友達たちが行ってて、で誘われたりしたんだけど、なんかタイミング合わなくてね、このビアガーデン来てなかったんだよね。うん、ちょっとここでも飲んでみたい気持ちはあるけど、うん、はいどうもビアマウントここですねビアガーデン。そうここでビアビュッフェがあるんだよね。ここはね来たことない一回も、うん、そう天気良い絶景になってきたね。まあ、まだだけど全然自分らの中では結構歩いて頑張った感あるな。よし、さっきの下のとこはリフトでケーブルカーこっちだ。なるほどね、2つあったんだ。リフトはすげえ怖そうだなそっか、ちょっと路線なんか案内図が、うん、案内図向こうにあるな。ちょっとあれ見て決めるか。お、めっちゃ分かりやすいマップがある。うちらはあの1号路を来て、で現在地はどこかに来てるわけでしょ。でここから、あ、まあ1号路しかないのか、2号路、あ、途中で分かれていくのか。ここからはまずまだ1号路しかなくて、で途中で、あ、そっか、ここのお猿さんのとこまで行ってから分かれるの、まあ、とりあえずこのまままだまっすぐ登れってことか。行くしかねえな、行こうか。あ、ちなみに昔ね、このさ、こっちの山頂じゃん高尾山で、こっからずっとこうぐーっと行ってさ、この一番右陣馬山山頂標高855m、 俺、ね、あそこまで通ったんだよね。うん、であそこまで行ってそこまでぐーっと回ってまた帰ってきたっていう、なんか本当に本格登山的なことを昔やったことなんだけど、朝から晩までかかったねとりあえず今日は山頂まで行こう、頑張ろう。ここから進む感じか。モンキー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 、ウッキー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 、お猿とお風呂に入りたい。サル園もあるね。サル園です。うおお、お猿さんたちがいっぱいいるね。行こう。サル園に気を取られてる暇はないんだ。それ山頂向かわんと。タコすぎ、こらすごいぞこれ。うわ逆光だけど、うわ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 、切っていいよね、切っていいね。お、タコさん、タコさんいらっしゃいます。シン、いやちょっと道がやや平坦になってたさっきよりは。うん、こういう感じが続いてくればゆっくりしたね、坂とかだったら全然いいんだけど、さっきあそこに来るまでは急だったね結構ね。あんな大変だったかなと思った、それぐらい大変だった。よし、ただ俺たちが今全然運動してないから体力ないだけかもしれないけど、ね、まあ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 、あ、ここ全然緩やかだな、この先はまだ。こういうとこがいいよね全然山通り感ないけど、山道歩いてねえな今日。まあまあそれもそれもねいいでしょう。来たね。なんか途中にあるなんだかあれかな、神社かなんかだったかな、来ましたね。あ、ここでもしかして少し変わる、こっちってそんなことない、ルート変わったりするのかな。あ、こっち4号路って書いてある。こっちは、あ、こっちからも行けるの。あ、なるほどね。あ、ここも行けるんだ。こっちから行くともう完全に山道のコースだ。なるほどね。
こっちは4号路で、向こう3号路って感じか。もうすでに一旦下るんだもん、4号路なんてまあでも山道行きたいときはこっちの方がいいんだろうけど、今日はちょっとね、まだ北斗が初回ということでね、1号路で行こうと思いますこっちだ、これが3号路だ、3号路です。狭っ、3号路狭っ。いやでもこういうの面白いんだろうね。うん、ありっちゃありなんだろうけど、うん、まあ1号路で行くか、役割もあるしね。よし、1号路で行こう、レッツゴー。すごい、なんだかんだ結局やっぱり山道行った方が面白いかなってことで、3号路行こうかな。このここ 2.5 キロあるけど大丈夫、行こう、せっかく来たんだから。こっち路線でもうすごい、いきなり山道、あ、いきなり山道だもん。だってちょっと下るんだもんあれだけ登ってきた道ちょっと下るんだもん。うわ、こっち来てる人なんて誰もいないんじゃない、みんなあっち行ってるから。まあ、あ、まあこれぐらいだったら、まあゆっくりゆっくりすれば大丈夫かな。よし、急に静かになったいやー、まあでもこうやって段階段みたいにはなってるし、そこまで滑る感じにはならんでしょう。よし全然下ってるけどこれ大丈夫。あー、でも山道来たって感じあるな、こっちは山道来た感あるね。よいしょよいしょ、あ、書いてありますよ、3号路の森はどんな森ですか。お、方法計画してるね。よし、ゆっくり進もう。これ落ちたらやばいよね滑り落ちたらやばそう。あ、山道来たね、山道来てるね、山道感があるよ、ほらこうじゃないと山登りは。なんか平坦だな、平坦でもなんか若干下ってってる気がする。なんだろう、そういうルートなのかな。ってことはまた一気に登るルートがあるってことかな。それぞれ怖いな。よし、根っこの道を進むわけよ、こうやって。いやだ、なかなかこういったさ、まあ山の中とか自然の中みたいなの来ることそうそうないから、なんか久しぶりに来るとやっぱりいいよね、こういうとこって、うん、疲れはするけど、まあまあ高尾山は本当に気軽に来れるこの山東京都民だったら、だから、まあ、こうやってねちょっと来るのもいいんじゃないでしょうか。法華経してるね、法華経しちゃってるし、いい感じだね。さあ、なんか下ってってんな、さっきから。なんだろうな、ずっと下りな気がするな。どこで登るんだろう。昨日雨降ったから結構下がね、ぬかっててね、あの意外と滑る今日ちょっとこの道危ないかもしれん。だって、おお、もうこれも落ちたらもう終わるよ。そう、それぐらいの道でございます。はい、でもなんかこの辺覚えてんな、来た記憶ある。うん、なんかこの橋覚えてるもん、うん、おわわ、そう、なんかこの辺も覚えてる気がするもん、なんとなく。なんか声聞こえるんだけど、何この声、カエル？どこにいるんだろう、謎の声しか聞こえない。何この音、水？イノシシ出んのここそしてここ何、怖っ、なんだろうね。いやちょっとなかなかの道だなここいやー細っこれ本当にちょっと危ないね。ちょっと洗濯ミスしたこれ、もしやの、まあちょっともう汚
来たからには行くしかないけど。よいしょよいしょよいしょ。いやー急に険しくなったなここは。まだあるのかな。結構だよね。ああ、来たか。なんかちょっと開けたとこ出てきたな。よっしゃ。ん？まだあるな。あ、開けたとこに出ただけかな。あと 700m か。ちょっとね、舗装された道路来たんだよね。だからここでなんかちょっと広い道出た、やっと。よし、もうちょいだ。行くぞ。ふぅ。3ゴール険しいね。かなり険しかったんで、やっぱちょっとぬかるんでるからさ、やっぱそれはちょっと危なかったかな。まあ本当、山登りする人は気をつけてください、マジで。自分たちが気をつけろって話だけど。よし、まあもうあとは、ちょっと広いとこ出てるから、もうあんな狭いとこ行かないと思うんで。目指そう。もうちょいだ。ああ、もうちょっとだ。もうちょっとだ。ゴールが見えてきた。今、ずっと下しか見えてないけど、画面上では。今、俺の上には山頂が見えたよ。もう少しだね。よし。よし。ほら、開けた道が。出てきたよ。こう曲がっていけばいいんだ。わ、人いっぱいいる。こっち側来たらめっちゃいるわ。サンボール全然いなかったのに。そうそうそう。よっしゃ。おい、来たぞい。よいしょ。いや、最後のこの最後の登りきついな。よいしょ。着いた。着きました。いやなかなかの達成感あるね。着きました。はい、山頂着いたよ。よしよしよし。いやでもすごい、着いたら着いたで、ね、すごい。やっぱ人、あれ雨降ってきた。あれ、なんか雨降ってきてない。ポツポツ来てんな。景色は向こうか、あっちだね。やっぱり平日でも人はいらっしゃいますね。あ、美味しそうな匂いするな。とろろそば、とろろそば美味しそうな匂いするね。いいね。こっちか。よいしょ、ここだね。よいしょ、ここだ。いや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 、いや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 、こういう感じね。登ってきたね。来ました。達成感あるね。よし、ご飯食べよう。疲れた。疲れたわ。まあ座れるとこがあったんでランチしましょう。よし、飲もう。とりあえずいただきます。とりあえずね、とりあえずいただきます。恵比寿プレミアムホワイトいただきます。ちょっと吹き出してるからね、いいよね。いただきます。本日のバゲットサンドイッチも奥様の手作りでいただきました。ありがとうございます。ツナとチーズと卵だね、うん、いただきます。美味しいな。
この山登りした後のランチ最高だね。ちょっと疲れてるけど。疲れちゃった。結構疲れたわ。3号路疲れたな。うん、うまい。うん、めっちゃうまいパン。サンドイッチ。うめえな。ビールがうめえ。うん。めちゃめちゃ美味しいランチで最高なんだけど、この無言になっちゃう感じ。俺の顔も表情ないな今。とにかく疲れたんだよね。いや。いただきます。2つ目のサンドイッチはクリームチーズといちごジャムサンドでございますね。いただきます、うん、ジャムといったらいちごジャムだね俺の中でもね。好きなジャムランキング1番いちごジャム。 Yes。 うまい。今向かいのテーブルに座っているご家族はお湯を沸かしてカップラーメン食べてます。めちゃうまそう。めちゃうまそう。ありだよねそういうのも。まあまあこのサンドイッチも美味しいから全然いいんだけどね。なんかちょっとねさっきまで暑かったけど若干肌寒くなってくるからねこういう時って。だから向こうあれがとろろそばとかあんのか。めっちゃ売れるだろうね。そして向こう側のテーブルでも年季の入ったなんかこのなんか登山マスターみたいなおじいちゃんがお湯沸かしてなんか鍋でなんか作ってるな。みんなそういう場所なのかな。ここ自分たちで作る系なんだ。すげえなみんな。今奥さんとも話したんだけどさ、今日本当に朝、まあ、昨日のうちからね今日何しようかみたいな話はしたんだけどさ、まあ高尾さんともいいねみたいな話はしたんだけど、まあちゃんと行こうとまでは決めてなくて、でも朝急にやっぱり、うん、ちょっと行こうかって話になってね。で奥さん来たことなかったから今日来てみたのよ。で駅降りて駅から出てさ、でこの登山口まで行くまでの間になんか雰囲気がすごい良くて、その時に奥さんが私いやすごい山好きになりそうみたいな。いや私ちょっと登山やろうかみたいな、なんか装備揃えたくなってきたみたいな話になって、えっつって。そこまでね運動めちゃめちゃ好きなわけじゃないから、うちの奥さんは。でも登山に目覚め始めたから急に、えマジでつって、装備揃えて山登りたいっていう気持ちになるんだと思ってね。わすげえと思ったの。でもまだその時ってあの登山口まで行ってないから、駅降りて歩いてる時だったからさ、そっから急にあの結構坂とか出てきて、あの急な坂とかですごく疲れてダメージ受けて、今奥さんにどう山登りするって聞いたら、いやしませんって言ってた。山登りにも興味はないらしいです。でもこういう達成感のある感じ の、ね、ランチとかはねいいなっていうことは話してるけど、で一応目標としては俺富士山登ったことないから富士山に登りたい。まず山といえばね、うん、それは奥さんとの共通の目標でもあるから、いつか富士山は行きたいなとは思ってる。山で飲むビールは格別だね、うん、うまいよ。温かいものね。うまい。ちょ元気なくなっちゃってるからね。いやもう下ろう、帰ろう。ちょっと見ていくか、もうちょっとだけ。帰りは1号路舗装されたところで下ります。もう山道は通りません。でケーブルカーかリフトかで降りようかなと思っております。
いろんなスポットがあるね。帰りで疲れて言葉が出ない。ここはあれかな、下行ったら薬王院ですかね。よいしょ。天狗さんいらっしゃいますね。薬王院です。かなり趣がある場所だね。まあでもこの階段も来るとき上りは多分結構大変なんだろうね。よし、まあ、こうやって行きと帰り違うルート通っていくのは面白いね。雨降ってきた。雨降ってきちゃったな若干。まあすぐ天気は変わる。あ、この下、この下か、こっちだ。こっちが多分一番でかいやつかな。これ。うん。あ、なんかお香の香りもする。いい香り。ちゃんとしたすごいしっかりとした神社だね。わお。かなり立派。素晴らしい。さっき行ったとこいいね。なんかすごく雰囲気がいい。高尾山いろんな場所があったからいいね。楽しい。あざした。立派やね。すごい立派。いやいいね。こういうとこもなかなか普段来ないからね。素晴らしいとこです。よし、ここ降りて、あ、まだいろいろあるね。なるほど。あ、でも全然道は整備されてるから歩くのは楽です。非常に。ありがとうございます。ご苦労様です。道はちゃんとしっかり舗装されてるからここまでは来やすいね。まあそれはそうだよね。あの薬王院って神社かに来るための人もいるわけだから、その人のためにちゃんとねこうやって舗装した道はあるのはね大事だよね。帰りはケーブルカーかリフトかで迷ったんだけど、リフト乗っちゃうかな。ちょっと怖いけど。ちょっとこういうの僕好きじゃない、苦手だけど、まあちょっとリフト行っちゃおうか。片道490円、往復だと950円。まあまあするな。これでよろしければ確定ボタンを押して、リフト鳴るまで IC カードをかざしてください。おー、めっちゃリフトやん。めっちゃリフトやん。俺これ大丈夫かな。一人で不安を覚えてる。はい、はい、はい、はい。おー、来た。おー、来た。うおー、後ろには、うおー。なんだこりゃ。うおー、あ、結構な、ちょ、このグワングワンがちょっと怖いな。おお、グワングワン来てるよ。おい、なんかこれさ、一定のグワングワンで進むのが何なんだろう。だちょっと高いけどスピードは超遅いかな。なんか全然大丈夫だ。へえ、面白い。なんか穏やかだね。
やばいやばいやばい、結構高い。もうちょ若干進んでるマシン。もうちょ高いとこ苦手なんですよ私。うん、おお、うわ下すごい。うわあ、ああ落ちたら死んじゃう。奥さんは全然平気だそうです。こういうの女性の方が強いよねなんかね。結構長かったな。まあまあ乗ったよ。これを登ってきたんだもんね。頑張りました今日は。悔しかった。あ、リフトの折り方が書いてある。やば、折り方ミスるとこれあれかな、怪我しちゃうかな。左へ出る。ベルトコンベアに降りる。まもなく終点。逆だ。ベルトコンベアに降りて左だ。降りて左ね。オッケー。降りたら歩いて左。オッケーオッケー、はい、ありがとうございました。お、サブちゃん、北島先生じゃないですか。金ピカに光っちゃっていいですね。祭りだ祭りだ祭りだ。はい、というわけで、ね、登ってまいりました。高尾さん、どのぐらいかかった？だいたい登って下ってで今2時でしょ。だってもう、え、もう2時なの？やば。だって10時前に着いてるから9時、9、10、11、12、1、2、5時間ぐらい、正味5時間ぐらいか、登って下って、まあ、ご飯食べてみたいな感じだったから、うん、いやー、よかったね、非常に良かった。なんか自然とこの触れ合う機会っていうのはなかなかないから、いい休日になったね。はい、ということで、まあ皆さんももしよかったら高尾さん登ったり降りたりしちゃってみてはいかがでしょうか。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。疲れたね。帰ってゆっくりしようと思います。はい、じゃあまた次回の動画でお会いいたしましょう。ゆきでございました。今日もありがとうございました。それでは皆様、じゃあね、バイバイ。Bye.